ルーヌこっちだよ。さあ行きましょう。去年もほら畑は作らなかったけど、その前の年に小屋いっぱい入れてあったからね。それで去年1年休んで、栄養が行き過ぎてる。なんかそんな気がするね。その前の注意事項は書いてあった、ね。あ、そう。あ、ルンルン元気だね。うん、それ、あ、そうだね、この辺にスズランみたいに綺麗だね、うん、なんか下に向いてる花だね、うん、どうだね、それで小さくない最高だったね、ルンルン。最高だったね。最高だね。最高だね、ルンルンは。最高だね。まあ、ルンルンは足ががっしりしてるわ、うん、ここの大きさがベルと比べると全然違う、まあ、ベルはまだ超えるってこともあるけど、そう、肌にしっかりしてる、体の大きさはほぼ一緒だけど、この足のなんていうかな、太さっていうかな、全然違う、あの方だよ、そうだね、あの方だよ、どのくらい太ったの、うん、まだこういうところの筋肉もしっかりしてる、早足、うん、立派だったね、うん。
はい、好きなとこ行ってください。ルンルン一人なら楽だ。ちょうどよかった。そう、巻き運ぶのにトラックが入ってくるから。あ、ルンルン一人ならね。うん、どうしよう。こっちを置いてていいから、こっちを置いてていいから。そう、いいよ、いいよ、ルンルン。こっちも、こっちも、こっちも、大丈夫、怖くない。怖くないよ。よいしょ、よいしょ、大丈夫。よいしょ、よしよし。はい、好きなとこ行ってねえな。ルンルンいつものとこで寝てな。アランとベリーないから。あ、そっち行くの？